はいはい。お。18時30分、電池残量19%。同じようなその樹脂を使って、うん、でこれをこのヒンジのところでつなぎ合わせて、ここの思い切りいいですか。いいですね。よし。え？うわ、怖。ちょっとドキドキしますよこれ。今の開けた。なんか入ってますけど、おしぼりですよ。これ今52度、50度以上で、まあ、湿度も相当70とか80とか高いと思うんですけど、まあね、そういう状況下でも日本がこれから熱帯になっても大丈夫という、すごい携帯ですね。これが鳴るかどうか、この氷水の中でちゃんと鳴りますね。水の中潜りながらでも話せるってことですね、これ。ああ、そうです。話そうと思えば話そうと思えば。なるほど。湾岸に取材に行きました。砂漠の中で携帯落とした。もうこんな、もうめちゃくちゃですけどね。砂漠の砂嵐にまみれたところでどうか。あ、全然中に入らないですね、これ。携帯をシャツのポケットに入れたまんま洗ってしまった。それでも大丈夫かどうかってちょっと試してみます。あ、ぼちゃん、あ、いらっしゃった。僕の可愛い電話ちゃんはこんな過酷な環境下にあるということですね。これはタフですね。ありますよね、こういうの。ありません、ね、ありがちだと。ありがちですよね。これあれですか、汚れたらこれで洗濯すればいいですか、ね、あのさっきの砂漠から帰ってきたところで積極的にはやめてほしい。積極的にはやめてほしい。当たりました。米軍使うんですか。米軍は使わないと。使わないですか。チャレンジまで多分まだ1時間以上はあるので。